悪魔とコランド・プランシーコランド・プランシーは19世紀に活躍したフランスの文筆家。1794年、フランス東北部シャンパーニュ地方に生誕。本名はジャック・アルバン・シモン・コラン。成人し、パリで教職などについていたが、文筆家を志し、1818 18年、彼自身の最大の代表作となる。 地獄の辞典初版を刊行、以後積極的に著述に勤しむ。地獄の辞典はその後もライフワーク的に改定が行われ、最終的にはオカルト関連の項目が3799に及ぶ大著となった。プランシーはエピソードを集大成して本にまとめる手法を得意とし、他にも封建性辞典、聖遺物辞典などの著書がある。文学的には初期は 反権力、反権移植が強い文章を書いていたが、後にカトリックに回収した。このため、地獄の辞典初版、第2版でカトリックを攻撃していたにもかかわらず、第3版以降は一転、カトリック用語の立場で改定を行ったため、第3版以降は宗教裁判批判を、宗教裁判が残酷であったことは、でっち上げと称するなど、内容に一貫性を書く。 各項目も大衆の興味を引くものではあったが、大衆に敬語をした粗雑な部分や、無知から来る、誤解、誤認も多く、学術的資料としては役に立たないばかりか、後世の悪魔学研究に混乱をきたさせるような部分も多い。しかし、膨大な記述と、広範な知識は、当時の風俗、流行を知る上で参考になる部分も多い。また、第六版の挿絵で、 ブルトンが描いた悪魔に関する、視覚的な表現は後世に影響を与えている部分も多く、羽に、サレコ戸ベが描かれた巨大なハ絵として描かれたベルゼブブは、地獄の時点の影響力の大きさを示す恒例として、引き合いに出される。プランシーが活躍した19世紀初期のフランスは、ロマン主義文学の黎明期であり、文学的に優れた作品は乏しかった。 大衆は通俗小説、中でも怪奇趣味に熱中し、吸血鬼などを主題にした小説も数多く出版された。ありがとうございます。